やべえ、全然わかんねえ。いや独特の匂いで、あのねタクシーがね違法らしい、気をつけてねみんな行くときは。でここは信号がないんですけど渡れるかな。引かないでね、人が来てさすがに引かないでしょ。行っちゃおう。これ濃いのね、やばい。海外でやるからね、よく現地の人に危ないって言われますね。うん、あとやっぱり中国ってこう YouTube の文化がないから、こうカメラに向かって話してとか見られるね。やば、なんか俺アイデアなんだよ。道に座ってさ、なんかやってさ話しかけてくるやつ怖くね。何喋ってるか分かんねえし。てか俺こっちだってんのか、向かってる方向。まあちょっと頑張って行ってみますわ。着いたらまたカメラ回そうかな。ウィス、じゃあまた後で。カチョカチョ。はい、歩くこと10分ほどですかね。ようやく着くことができました。あんまりね、こうね、ホテルっていう言い方はしないですね。なんかお 酒屋さんとかアパートメントとか言い方しないとダメっていう決まりがあるらしいです、中国は。でね、まだチェックインしてないんですけどね、この辺はねそこそこいろいろあります。なのでご飯とか、まあ今日は別にいいかなって、この辺をうろうろしようかなっていうふうに思ってます。ではチェックインしましょう。行けた。はい、お目当てのレストラン。へえ、しゃ、というわけでホテルに到着いたしました。やっと着いた。お、やば、ちょっと待って、ちょっとまずはね、いや着いた、よかったっていうところでね、僕の部屋を見ていただきたいと思います。なんと14階でございます。ちょっとだけいいとこ取ったんですよ、広めに使おうと思って。だけど思った以上に広くて、割とファンシーな部屋でした。多分ファミリー向けの部屋かな。来ますよ。ダダーン。俺の好きなトイストーリーの部屋でした。いや可愛い。トイストーリー2のやつだね。見てくださいこのベッド。はちゃめちゃ子供寝させる用のやつじゃないですか。いや初めて英語が通じましたね、フロントの人は。で、あなたの部屋大きいわよって言われて、うん、そうだよって言ったけど、ベッドがね、3人寝れますね、これだったらね。それ一人で使うから多分何考えてんだろうと思ったのかもしれませんけど。あ、で、ここがシャワールームと。なるへそ。これなんだ？ここに電源、あ、ドライヤーのやつか。でね、ちょっとね、あ、これ、あれが電気。じゃなかったら何なんだこれよ。じゃないとしたら何なんだ。あ、ここ主電源。あ、ここに、いやカード入れろっつったらね、2種類あんだよね。ルームカードとエレベーターカード別だって言われた。いやー、でもチェックインできてマジでよかった。これでいいのかな、刺してみよう。着いた。イエーイ、やっと今着いた、あのクーラーが。いや嬉しいよ、つけて。いや、中国で聞いてたのが、トイレットペーパーを流さないって聞いたんだよね。それでこのゴミ箱に捨てるって。俺ほらめっちゃウォシュレット好きじゃん。だからさ、それだけが、お、いいですね。やっぱりシャワーってだけなんだね、湯船に入るの日本人だけなんだね。あ、なんだこれ、ローション。ほら、何これ、ローション、これボディーソープかな。ボディーソープって書いてほしいけどね。これもシャンプーって書いてないけど、シャンプー的な。まあ心遣い感謝します、ちゃんと持ってきてますけど。あ、見て、ホットとコールド、何がっていうね。
あ、これがここに貼る、ここに貼る、この温度のやつここに貼んなきゃ、ここに、せめて後でちょっと浴びましょう。しかし暑かった外。見てこれ、これ使っていいんだ。え、そうなの。え、めっちゃ嬉しいじゃん、洗濯機付きなんて。え、嬉しくないですか。でね、こういうのコンドミニアムっていうんですかね、このレンジがあったりとか、これ嬉しいよね。てかテレビこれさ、こう禁煙の部屋じゃないの。めっちゃ灰皿置いてあるけど、これこの画角に対してこのテレビもう少し大きくてもいいような。まあいいか、このほら用意してくれたみたい、嬉しいね。普通にめっちゃ、うわー、あ、パジャマもあるし、ハンガーもいい、ハンガーだ、イエーイ。あ、布団もちゃんとある、ちゃんとしてますね、やっぱホテルはね。なんだこの、こういうの気になるな。あー、よかった。とりあえずもう暑くて暑くて死ぬかと思いました。あれってこと、待って、これもあるってことはさ、なんか焼いたりできんのっぽいね。いや、ちょっとさっきからお腹の音が聞こえちゃってるかもしれないですけど、はちゃめちゃお腹空いてます。あ、ないないね。どうすんだよね、これなかったら。鍋ないのにどうやって料理すんだよ。鍋だけ持ってこいってか。 From Japan。 いや、よかったよかった。いや、だ、一番怖いのがさ、なんだこれ、なんでここに電気系とかここにむき出しになってんだ。一番さ困るのがさ、あなたの予約ないよっていう、これ何、あ、これ洗剤じゃん、絶対そうじゃない、この感じ。そうだよね、嬉しい。これだから帰ってからの洗濯をなくしてくれるっていう、めちゃくちゃありがたい。鍋ない、ここかな、ないな、これ多分ないわ。何のためのコンロなんだよ。まあでも十分でしょう、助かりました。中国のホテルありがとう。ちょっと片っ端から開けてみます、これとか。なんか開けていいのかな。あ、冷蔵庫だ。これ見た、これ見た、今のこの設計のこの甘さ。これさ、ごめんね、また文句ばっか言って。ここにさ当たるようになっちゃってるんだよ、もう設計ミスだよね完全に。消火器、うん、ちょっとこのトイレットペーパーが流れなくて、あそこにペーパーを置くのだけはマジ嫌なんで、うん、もう調べてみますか、本当に流れないのか。流れないというか、多分ペーパーが溶けない、日本のと違って、そっちだと思うんですよね。いや、でもどうですか、また景色に戻りますけど、なんかね、あのね、見えるかな、あそこにずっと、ちょっとズームしますか、このね、ちょっと見えるでしょ、これ、これね、中国でも割と大きめの、なんていうの、遊園地らしくて、ちょうどこれの目の前にあったから、分かりやすいと思ってたんだけど、あの割とね、目の前って言っても、かなり距離があるんですよ、こうやって見ると。ほら、いやー、でもついてよかった。いい景色だね、やっぱりね。ちょっとさっきからね、お腹がグーグーなっちゃって大変なんで、どうしよう、まずはなんか食べようかなと思います。